ぶん殴られてる。それは、まあね、その、まあ、元となる話ありますけども。まあね、そうね。あ、トリちゃん、あの、ガンジーって誰だよって言われてます。あ、ガンジーだ、間違えた。いや、今、ガンジーにしなさい、あんたはもう、本当に。ガンジーしなさいじゃないんですよ。いやあの、そう、洗剤の黄色可愛くないぜ。これ私、文句言いたいんですよ。あ、洗剤写真。いつもね、ガイダジョッキーで出てくる写真です、ね。そう、ガイダジョッキーの写真、はいはい。これ、初期の頃なのよ。これね、事務所入ってすぐのやつですね。そうそうそう。もう撮り直してもっと可愛いのあるから、そっちに変えよう。ちょっと。なんで笑うの今、ちょっと。あ、撮り直したやつ送ってくれって、あの、おばさんに言っといて。あ、おばさん、うちのこと殴ったおばさんに。やめなさい。だから、なぜさらに怒られるようなことを言うのか。なぜ上乗せしていくのか。やめなさい。はい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 。なんで君らレギュラーじゃないのってことで嬉しいこと言ってた、ね。いやー、嬉しいね。本当にありがとうございます。いや、いいじゃん。なんかレギュラーじゃないのに、めちゃめちゃの頻度で現れるってかっこいいじゃん。いいよね。何なんだってなりますよ。あ、なんか赤字できましたね。鳥越早くチンチン見せてって。あのさ、いつになったらわかんの赤字で書いてさ。さつまげお前かおめえかよガンガン読んでくじゃん誰が言ったかっていう。本当に。いや、もう晒しますからね、誰が書いたかね。いや、でもね、なんか、今日はファンレターが届いてるんですよ。え、マジ言ってんの？そう、このジョッキーに、私たち変変事変に向けて、ファンレターがなんと2通届いております。え、2通だそう、らしいんですよ。さっきね、スタッフさんから、ファンレターですか？クレームじゃないですか。なんでクレームくれるの？なんで読まなきゃいけないクレームしょ。まあ、どっちにしても真摯に受け止めないとなという感じですけど、ね。はい、いいやつだな、おい。読む前に1個だけちょっと書き込み。あ、はい、どうぞ。どうぞ、どうぞ。大野、今日も可愛いよって来てる。ありがとうございます。どこですか？それ誰がいたの？どうなんすよ。怒んな、怒んな。何よ、本当に。本当にはい、じゃあ、ちょっとトリちゃんのテンション下げたところで読みますか。かわいい、かわいい。トリちゃん一番嫌いなんですよ、私がかわいいって言われる。あ、そうですね。マリアの方がかわいいんじゃないかっていういじりが一番嫌ですね。一番嫌だもん。いいのよ、改めて言わなくて。いや、そういう流れも別にいいでしょう。そうなの、そのいじりだけはそうもね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。まずね、一つ目。はい、読ませていただきたいと思います。はい。はい、変変次元のファンレター。はい。コルレオーネさんから。おーっありがとうございます。ありがとうございます。はい、トリちゃん、マリアさん、こんばんは。こんばんはなんであいつちょっとうるせえって言われてるのファンレター読んで、トリちゃんコメントしてうるせえって来るの。何でよ、それおかしくないか？ファン工場から。はい、世の中がインスタと騒いでいるので、てっきりインスタントジョンソンのことだと思っていたので。おい、面白いなおい。いやいい。おい、何と勘違いしてんだよ、本当に。街行くたくさんの女子高生に、お疲れちゃーんと声をかけても、みんな逃げていくので、おかしいなと思っていました。やべえやつじゃん、もう。じゃあ、お疲れちゃーん。書き込みもね、来ましてね、ありがとうございます。はい、それにしても、はいはい、インスタのトリちゃんは可愛いですね。なんであんなに可愛いんですか？ちょっと何？インスタのトリちゃんが黒き瞳なら、ジョッキーのトリちゃんはトム・ブラウンの布川くんです。最悪。すげえ黄色だけじゃん。ただ黄色だけ。あと髪型とか。よくそうだね。そうでしょ。関連性は強いですよ。黒き瞳がトム・ブラウンの布川さんなんで。何本当に。まだ続きありますから。トリちゃんも魅力的ですが、僕はマリアちゃんを評価しています。トリちゃんがみんなからいじられてる時のマリアちゃんの笑顔、最高です。でも僕は知っています。あの笑顔の中に時折見せる女の寂しさがあることを。私もそっちに行くの路線。私もいじって、私も言葉で犯してほしいのという気持ちがビンビン伝わってきます。ドリームじゃねえかよ。これからも応援しますので、いつまでも性の対象としてジョッキーを続けてください。性の対象。はい、これはファンレターなの？ファンレターって書いてありますよ。え、なんか上げて落として、うん、はいはいはい、上げては落とし、落として、はい、最後はマリアが私を犯してほしいっていうふうに思ってるんでしょうと言われそうですね。性の対象としてジョッキーを続けてください。何これ。